今回の動画はレジンの効率が3倍くらい上がる回転グリコの作り方をご紹介します。皆さんは大きな作品を塗るとき、塗るのが得意な場所や角度ってありませんか？私は左利きなのですが、作品の右上を塗るのが一番得意です。この道具があると常に右上塗りをできるようになり、作品のクオリティもかなり上がったので、作り方をご紹介したいと思います。それではスタート。土台を作ります。プレートタイプのモールドなら何でも OK です。おすすめは厚みが1センチ以上あるもので、半透明カラーだと綺麗にできます。容器の殻などの裏についている出っ張っている部分を使用します。今回は R1 ヨーグルトの底を切り取って使います。へこみ部分にレジンを流して硬化しておきます。先ほどのレジンを定規で測り、プレートの中心に印をつけておきます。レジンを流して中央に土台を貼り付けましょう。貼り付けたら、さらに上からレジンでコーティングすると強度がアップします。ベアリング本体をくっつけます。今回使用するのはこちら、 Amazon で8個入り1299円でした。まずはベアリングの中を接着したいのですが、この時のおすすめはデコボンディです。ベアリングの中に少しだけ垂らし、位置を確認してから硬化します。一滴ずつ垂らしてから硬化を繰り返し接着していきます。少しずつ接着している理由ですが、ベアリングの下の隙間から接着剤がはみ出さないようにするためです。もしはみ出してしまい、中央のシルバー部分以外についてしまうと、リングが回転しなくなるので気をつけましょう。底の部分がしっかり接着できたら、残りの空洞にレジンを流し固めます。普通のレジンで OK です。固まりにくいので10分ぐらいライトを当てるのがおすすめです。リングがくるくる回ればうまくつけれています。ここからは上の台を取り付けたいのですが、この時大事なポイントがあります。用意するのは高粘土レジン。低粘土でもできるとは思います。ベアリングの周りの縁を塗っていきます。この時絶対に中央のシルバー部分には塗っちゃダメです。この動画でやろうとしていることですが、内側のシルバー部分を下の台に接着し、外側のシルバー部分は上の台に接着させたいと思っています。今やっているのは、外側のシルバー部分だけが上の台につくように厚みを出しているという状態です。これで外側の部分だけにつけれるようになりました。上の部分をつけるのには瞬間接着剤を使います。台がクリアカラーならレジンでもつけれると思います。真ん中のシルバーリングについたら大変なので、仮止め程度にちょんちょんとつけておきます。そして真ん中ぴったりに台を乗せたいのですが、これがなかなか難しいです。アロンアルファの場合は固定されるまで数分猶予があるので、その間ひたすら調整をして真ん中にしています。1時間後ほぼ固まりました。割と真ん中に置けたつもりです。接着剤は仮止め程度なので、強度をつけるために裏返してリングの周りにレジンを塗ります。横から光を当ててしっかり硬化しましょう。作品作りの時は100均にある耐震マットと組み合わせるのがおすすめです。
ということで、今回は回転グルコの作り方動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。